どうですか、インドネシア遠征、富士山、どうでした？これ、ね、行くまでがね、いろいろありすぎてさ、そうですね、そこまで行っていいの？別にそれ言っていいの？全部、全部、全部あれ、はい、とりあえずね、いろいろありすぎたよね、うん、行くまでがきついっす、着くまでが着くまでがなかったね。空港何時間でしたっけ、あれ5時間、4、5時間ぐらいですよね。本当はだって1時間ぐらいで乗り継ぎしてでしたよね。まさかのトラブルね。きつよね。めっちゃきつかったっすよ。まあでも、ありがちじゃないですか。まあまあ、海外ね、うん。特に ACL あるからいい経験じゃないですか。暑かったっすけど、うん、暑いよね、うん、まあでも試合はねお客さんいっぱい入ってたから、そうっすね、まあ雰囲気はいいっすよね、はい、インドネシア自体もすごいサッカーに力入れてるみたいでしたし、うん、あの歓迎の仕方もね、うん、うん、すごかったね、バスもなんかそう警察が説明すごかったっすけど、まあ、だからでももうあれですよね、3人とも ACL 経験あるじゃないですか、僕ないですからね。ああ、そうそう、マリノスであると思いますし、慎吾さん仙台でもありますし、富士山なんか何回も多分あると思うんですけど、どうですか、だからそのインドネシア自体も多分富士山ガンバ行ったことあるっつって多分言ってたんで、うん、見てた、そのなんか海外とかの印象と、いや、インドネシアは多分ご飯は美味しかったですよね、うん、今回の美味しかったです、うん、ホテルのホテルも良かったですね、はい、うん、ただその前回俺が出た時はタイとかは結構ご飯がきつかったようなイメージがあるし、それに比べたら今回インドネシアはまあ朝昼晩というかホテルのご飯すごい美味しかったなっていうイメージはありますね。3日間ぐらい行けたんじゃないか、前乗りじゃないけど2日3日前ぐらいに入って、あ、あで、そこからずっとホテルで、うん、ご飯が変わんの、あれ、ね、バリエーションが普通のホテルっぽいところでそのバイキングなんだけど変わんないから自分たちでちょっと変えてたのが覚えてるから、それに比べたら全然すごい和洋中、うん、ありましたね、全部あってご飯は楽だった。ホテルも、うん、綺麗だった。綺麗だしね。うん、まあ慎吾さんがドライヤーぶっ壊しましたけど。いきなりね。マジ焦りましたからね。本当に。ね、本当だよ。ドライヤー全然つかねえじゃんつって慎吾さんのドライヤー普通にコンセントで差し込んだら電圧が強すぎてもう火が出てきて。ほら。本当ね、ずっと俺も家具燃えるとこでしたみたいな、マジで焦って、でもそのままねインドネシアに、うん、置いてきたんですか、はい、寄付しました。とびっくりしましたけど、まあそういうのがありますからね、気をつけたらいいです、もね、はあ、去年まあ3つ取って、うん、こうインドネシアの選手たちもインドネシアのリーグでその5位のチームと試合しましたけど、やっぱ最初苦労したりとかもありましたし、うん、ね、やっぱそういう気持ちで多分来ると思うんで、うん、どこのチームもまあ ACL に対してどうですか。いや本当に、まあ、そのアジアの大会ということで、まあ、その審判のジャッジだったり、まあ、アウェーの雰囲気だったりっていうのがまず日本のアウェーとは間違いなく違うと思いますし、まあ、なぜかその海外のアウェーっていうのは相手チームが強く感じたりももちろんしますし、まあ、本当一戦一戦が難しいと思うし、まあ、まずその予選リーグで自分たちのホームでやるときに勝つっていうのがその予選突破に向けては、うん、一番大事かなとは、まあ、まあ1回しかまだ経験したことないけど非常にそれが大事かなとは俺は思いますね、うん、まあそうやっぱ
ホームでいかにちゃんと勝つかで、この本当ホームとアウェーで全然相手チームが変わってくるんで、まあ言い方悪いけどアウェーでどんだけ取りこぼさないか、まあ最悪も本当引き分け狙いでもいい、まあその分ホームでしっかり勝ち点3を取るっていうのが、まあそのグループ突破する上で、まあ、絶対多分必要なことだと思うんで、まあ、そこを本当割り切ってしっかりやっていければ、まあ、まずは突破できると思うんで、まあそこからは、まあ、相手にもよりますけど、まあ、マリノスは去年そのグループで敗退したんで、まあ、そこから先はちょっと分かりません。まあ確かに。もちろんチーム、相手チームもまた全然ガラッと変わるし、スタジアムの雰囲気とかね、グラウンドの質はもうまた海外だと日本と全然違うから、またスタジアムもなんかね、いろいろ雰囲気が結構物飛んできたりもするし、ね、そういう雰囲気もあるから、本当アウェー行った時にどんだけこう頑張らしいサッカーができるかっていうところがすごいキーになってくるかなとは思います。いやもう僕はもう本当未知の世界でもありますし、まあ、海外で、まあ、ACL 以外だったらプレーしたことありますけど、まあ、その海外のこの間もそうですけど、富士山言うようにピッチのね、芝生の種類の違いとか、まあ、グラウンド芝生がすぐ剥げたりとかいろいろありますし、水飲んで実際海外のちゃんとしたペットボトル入ってる水だけど水飲んでお腹く出しましたね。そういうのもやっぱあるし、やっぱそういうのにね対応していかないとまずは話にならないと思いますし、まあそういうところから最低ね自分のパフォーマンス出せるようなコンディションから作っていければ、それ以外の部分ではうまくこう頑張らしさを出しながらやれればいいなと思いますし、あとやっぱその3冠取ったっていうプライドと、そういうクラブだっていうなんていうんですかね、誇りをしっかり忘れないようにやれればいいかなと思いますけどね。はい。